譲渡会に行く30分前になりました。こちらのですねキャリーなど用意を今始めるところです。準備は大丈夫かな。中に入れるあったかい毛布これからちょっと持っておかなきゃいけないね。ポンちゃんは興味ある？はい、じゃあこれからちょっと一仕事しますよ。いいふん、なんかちょっと雰囲気を察したかな。1階に行かれちゃうとちょっとまずいんだな、シオンくん。どうしたもんかな。シオン君はですね前回の時にこの洗濯用ネットを見て覚えちゃったのね。やべっていう感じになるのね。よいしょ。さあじゃあ平らなとこを作らないといけないね。はい、シオン君、シオン君逃げる感じだね。はい、これはちょっとまずい感じになったな。はい、シオン君、はい、シオンくん、シオンくん、さあ困ったことになりましたが、よいしょ。うわ、ここに用意だけするかね。はいはい、アンズちゃんは関係ないんだよ。ちょっと今日は二人がかりじゃないと無理だね。シアン君どうしたの。怖いの。映像にはできませんでしたがだいぶ苦労してですね、なんとかキャリーの方に入れることができました。ただ、今までに増してシャーシャー言ったりとか怯えたのでですね譲渡会ではまた固まるでしょうね。さあじゃあ行きましょうか。はい、譲渡会場に着きました。シアン君、はい、シアン君、シアン君、はいはい、大丈夫大丈夫、まだね、シアン君、はい、それを首からスポッと入れるの。一応少し伸びるのでピョッて入れてみようか。じゃあ持ってみようか。はい、はい、じゃあシオン君、もしつけにくかったら黒い方もあるよ。縦で上行きかな。はい、上手にできたかな。はい、じゃあ見せてみようか。はい、こっちから見た方が良くない。シオン君、あれ可愛いじゃない。さあ、どう今日は。尻尾がグリって巻いてるからやっぱりビビってるね。ちゃんと外を見てるね。どうなの、見てる。今日はいいね、こっち向いていいじゃん。ね、少し慣れた。今開けたばっかりだからかな。うん、昨日は前回は向こう向いちゃってたもんね。
今はね、ゆるいのよ、意外と。はいはいはい、あにゃった。来た。ってゆるいよね。あ、ご先生でよろしかった。お疲れ様、お疲れ様。ありがとう。はい。電気のコードっていうの？なんだ？電気の。あの紐、うん、に飛びついて遊んでるのを見たよ。もうプルプルしてるね。家では元気なのは遺伝かな。そうかも、ね、ありがとうございます。プルプルしてるね。はい、おはよう。シドウくんだって。シアくん触ってもらって人に慣れたか。今日はちょっと全然動きます。そうそうそう。でもちょっと耳が立ってきたね。うん、表情がだいぶ変わってきた。ほら。お腹出しちゃうか。ちゃんと周りを気にするようになってきたしね。いいじゃん。ちゃんと人の方も見てるね。余裕出たかい。はい、ラブシオの弟かな、妹になるかな、白黒が妹になるかな、人に会いたくない、目を合わせたくないということでこのポーズです。どうですか。ホタテチュール食べてみる。あ、舐めた舐めた。うん、よかったよかった。今日は食べるんだ。うん。こういう子だね。うん、美味しい。美味しい。美味しい。このチュール。魔法のチュール。魔法のチュール。すごい量。ちゃんくん。ほら、こっちやっち。こっちだよ、こっちだよ。こっちだよ。こっちだよ。でもいっか、頑張ったもんね。そうね、そう精一杯だったかもね。意外ね。あ、でもね、こうやって目合わすからね。進歩進歩。あ、そんな端っこに。頑張ったよ。シオンくん。シオンくん、顔つきがやっぱり少し穏やかになってるね。なんかちょっとね。たくさんの人に触ってもらった方がいいんですか、やっぱり。そうですね。あと時々ね、遊んでるのが。そうだね、うん、立ち上がるみたいな時が。立ち上がって、クララが立った状態から、なんかちょっとキョロキョロしてるね。シオンくん。なんかいい子だね。愛想を振りまくようになるのにはあと何回くればいいんですか、しおんくん。だってしおんくんね、みんながお目目が綺麗って言ってくれるよ。だからきっとさ、お目目見えた方がいいと思うね。お顔さ、お顔みんなに見てもらった方がいいと思うよ。しおんくん男前なんだからさ。おい、いいね、しおんくん。お届け可能
ちゃんくんリラックシュー、ちゃんくんリラックシュー、いいねちゃんくん、ちゃんくん見てちゅね、ちゃんくん、なんだ、もっと最初から先生がよかったの、ちゃんくん、いいね、うん、いいね、うん、いいね、いいね、リコーさん、ちゃんくん安心したな。初めてですね、シオン君のケージの中に、黒犬または、マオイが入ってみて、そしたらですねだいぶリラックスするように変わりました、過去今日で多分5回目だと思うんですが初めて、こんな表情を見せてます。もっと早くからやってればね、ね、見てね、しおんくん、はい、じゃあ、うずくまってないしおんくんをご覧ください。はい、こっちから、はい、はい、あ、もう全然顔が違う、固まってない、いいね、しおんくん、しおんくん、そうだよね、しおんくん、よかったね、しおんくん、私も猫はですね、猫、うん、の場所が嫌いなので、いいね、もらわないといけないかもしれないですけど、あと、あの、ご主人初めてだっていうことで、それを見るよりも、すごい、これから今日はたくさん経験積んでるね。大丈夫です。この手が、これが面白い。素晴らしい。新生活ね、猫と一緒の新生活じゃないですか。暑いですか。暑いですか。じゃあ次は猫の話になるから。シアン。いいじゃないですか。楽しそう。シリの顔この思い切りは大事だね。神妙な顔ね。そう、あの脱走させられちゃったね。それで練馬まで持って、その2人で行ったとか、朝一の電車乗って僕が来るので、そしたらいっぱいそこのアパートのマンションに野良がいっぱいいて、まずその野良駆除から始めたんだから頑張ったね。はい、どうもありがとう。そしたらまたほら練馬までかかっちゃう。練馬はなんか呪われてるから、ね、こんなにうち以外で抱かれたの初めてなの。そうだよね。でもやってもらった方がね、きっとすごく。はい、譲渡会から帰り、シオンくんを部屋に戻して、チャコちゃんもケージから出しました。ずいぶんあのジャン君に対してのご挨拶が丁寧だね、チャコちゃん、最近すごいんだよね、シュリシュリがね、この男の背中がみんなのほらほらああもうめんどくさがってます。はい、クッチン。なんでしょうね、人気者なんだろうね。シオンくん。シオンくんはね、今日すごいいっぱいいろんな経験積んだんだよ、みんな。
なに触られたりとかね、抱っこされたりとかね、いろいろしたよ。大きくなるわよ。赤ちゃん、しおんくんがいろいろ苦労してきたからね、後で慰めてね。あんずちゃん、あんずちゃん、いい子だね。さっきも撫でさせてくれたのね。よしよしでしょ。はい、ここだよ。はい、ごめん。